はい、こんにちは、豆と申します。怪異事件ファイル実況プレイ続きやっていきたい、続きやっちゃうのが違ういつもの癖でおまけ部屋がねあったのでちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでこの子たち気になるな。一番初めに見ていくか。ポニテの似合うゆきちゃんではないですか、これは。あ、ゆきちゃんここは一体どこなの。平成2014年、何かの冗談でしょ。またあんなことに巻き込まれたと思ったけど、どうやら前とは感じが違うみたいね。龍太郎ものんきそうだし。そんな私も活躍する恋心殿の作品、龍太郎伝記出雲小編もよろしくね。ぜひともプレイしてみてちょうだいね、ねんね。それと、この書、ショートケーキとかいうのを、もう一つもらってもいいかしら。ゆきちゃんめっちゃゆきちゃんかわいい。美味しかったんだね、ショートケーキが。かわいすぎる。ゆきちゃん、ちょっとこれ燃えました。いやー、鶏肉ちゃん、そして。相変わらずかわいいな。この世界には、怪異の存在が多く感じる。ここは少し、うつろよと似た感じがするね。だけど、あの九条という人間、一体何者なんだ？凄まじい霊力を感じる。彼がいれば、この世界は大丈夫そうな気がするね。しかし、龍太郎もユキものんきなもんだよ。この状況を理解してるのか、私たちは未来の時代に来てしまったというのに。まあ、そんな私が大活躍する恋心殿の作品、龍太郎伝記シリーズ、ぜひともプレイしてみてくれよ。鶏肉ちゃんかわいいな、本当に。ふむ、ここは一体どこなんだろう。見慣れない場所だが、まさかまたなのか。あー、でもここ落ち着く。ふむ、帰りたくないかも。向こうはいろいろと面倒なことが多いし。そんな私が活躍する恋心殿の作品、龍太郎伝記小宮村編、ぜひともみんなプレイしてみてくれ。さて、言うことはいたし、コーヒーになるものをおかわりしよう。美味しかったんだね、コーヒーが。おー、本当に、龍太郎電機ね。龍太郎電機もね、めっちゃ面白いんだよ、本当に。小宮村編も、出雲城編も。はい。小宮村編もなんか、そうだ。井戸で泣き読みました。出雲城編は、雲に泣かされました。なんか、どのゲームも泣かされたばっかだな、本当に。この怪異事件ファイルでは、こいつに泣かされました。バカ野郎！龍二、真由美の彼氏、管理小屋の警備のアルバイトをしていた最中に影に遭遇してしまい、正気にやられ疑心暗鬼になり、彼女の、真由美を殺害して、水路にバラバラにして、捨ててしまう。水路にバラ、そんな裏があったのか。その後、正気をまとった、龍二に殺された真由美が正気をまとう悪霊となり、龍二自身も真由美によって殺害されてしまった。あー、まだ、龍二自体は死んでないけど、正気をまとって真由美を殺してしまって、その正気に真由美も当てられてるから悪霊となったのね。そういうことか。もう本当理解力がね、遅いんだよ。やっと理解した。そして彼もまた正気をまとう悪霊となり、真由美を、探しに水路へと向かうが、そこに潜む様々な悪霊と同化してしまい、巨大な虫のような姿になってしまった。あ、虫なんだ。頭についてるのはカッパかと思った。確かに、なんか、あれみたいですよね。豆昔買ってたんですけど、ロブスターじゃなくて、ロブスター買わないよ。ロブスターに似た形のあれなんだっけ？ヤドカリじゃなくて、ザリガニだ！そうそう、ザリガニ買ってたんですよ。めっちゃ、何日か放置しちゃって、臭い。もう、とんでもないことになったんですよね。共食いはしてるし。はい。ごめんなさい、めっちゃグロい話してしまった。はい。ほう。次は誰にしようかな。これなんだ？あ、ファイルで、セーブできる。ここにセーブしよう。このね、主人公たちは一番最後に話していきたいから、ここ、左からセーブ、右、
右から攻めていこう。ジャックオーランタン、神出鬼没の謎のカボチャのお化け、ポッカたちの前に突然現れ、現在の記録を残してくれる悪い存在ではない。なんかマスコット的なキャラが欲しいと思い、セーブ役として出すことにしたキャラ。かわいい。どもり方がひど。あ、ピアノは調べられない。ジュークボックスがある。これ一番初めのあれか。豆ね、そう、この曲がね、なんかね、涙出そうになるんだよ。ちょっとうわー、これ泣ける、やばい。これもやばいな。ちょっと気になって、ちょっと気になっていろいろ探っちゃってるよ。あー、タイトル画面の曲か。ジャックオーランタン、あー、すごい神秘的な感じですね。いるのにいない、うん、暗黒の森、真っ暗闇の森。まだいっぱいありそうだね。あ、これがめっちゃあのかっこいい曲か。これなんだ。とりあえず豆的にこれめっちゃかっこいいよね。これにしよう。なんかオルゴール的な曲が好きなんだよね。どれがオルゴールだったっけ。違うな、ここら辺絶対やった。あ、やばいやばいやばい。ちょっと悲しいけどこれ流しとこう。顔を隠した男、バッドエンドの最後に現れる顔を隠した男、彼は一体何者なのか、なぜ九条拓郎を殺害したのか、目的素性一切不明。彼の正体はきっと続編が作られたその時明らかになるだろう。作るかわからないけど、もう作ってくださいよとか言っちゃったりして、めっちゃだってめっちゃ楽しかったもん今回。もう本当、秋人さんお願いします、お願いします。次回作懇願しちゃうよ、懇願しちゃうよ。はい、明らかにしてほしいです。とりあえずなんかあれでしたよね、ほうかちゃんとあの拓郎さんの幼なじみの、なんだったっけ名前は、いくちゃんは覚えてるんだけど男の子の名前忘れちゃったな、の人でしょうね。はい、多分。ということで、これマキナですね、マキナですね。かーもかーな。九条拓郎の愛車で相棒、人工知能を搭載しており、会話や自動走行が可能なバイク、恋する女の子でもあり拓郎に惚れている。いやー、いいですね、可愛らしい、可愛らしいバイク。九条以外には操縦できないようになっており、一度起動すればマキナの意思で動かすことも可能なので、もう髪がセキュリティは万全な高性能バイク。いやー、本当いいですね。愛する者に馬乗りに、うん、ゲフンゲフン。はい、ということで、女性警、もう今日本当髪がひどい、本当ごめんなさい。女性警察官、放火の部下でゼロ課の刑事、会に巻き込まれ会に殺された。殺された、放火が玄関に向かう途中で発砲して影と戦って死亡したのは彼女。マジでそんな、最初の方になんか首絞められた感じの音がしましたよね、それか。あれ、この人いたっけ。あ、永瀬さん、月見高尾の仕事場の部下、月見高尾により頭部を切断され死亡。この人か、あのリビングに頭だけなんか儀式のように置かれていた人、この人か。男性警察官、放火の部下でゼロ課の刑事、会に巻き込まれた、巻き込まれ影に殺された。マジで白骨化していたのはこの人かな、もしかして。放火の部下でゼロ課の刑事、会に巻き込まれ影に殺された。初めの方の画面に何人かいた警察官は殺されたんですね。月見高尾の母、月見高尾の母親、月見高尾により体を真っ二つにされ死亡。殺
これはあの和室で死んでたあのおばちゃんでしょうか。まゆみびっくりした。ちょっとまゆみ、リュウジの彼女、バイト先のリュウジに会いに、行ったところ疑心暗鬼になったリュウジに殺されてしまう。やばいやばいやばい、めっちゃ目がいかれちまってる。その後正気をまとう悪霊となりリュウジを殺害。しかし死んだ彼女はリュウジを殺したことを認識できず、そのままさまよい続けることになる。あ、自分で殺しちゃったけど、そして近づく男性すべてを自分を殺したリュウジと認識してしまうようになってしまった。そういうことか。月見たくて高尾の父親、月見高尾の、母親、月見高尾によりあれ、月見高尾の母親になってる父、はい、月見高尾によりナイフで死亡、父親ですね。男性警察官、放火の部下でゼロ課の刑事、会に巻き込まれるが男で最後まで生き残った警察官の一人。一応サイがはじめという名前があり、彼女がいるという設定。サイがはじめってさ、どっか出てこなかった？出てきてないか。あれ、放火の部下でゼロ課の刑事、会に巻き込まれるが最後まで生き残った女性警察官の一人。一応サオトメハヤという名前があり、マリナと仲がいい、設定がある。ハヤちゃん、すごいなんか珍しい名前だね。サオトメさんってすごいなんか名字めっちゃかっこいいな。いいな。夏木マリナ、マリナちゃんだけ本編で名前が紹介されてますね。放火の部下でゼロ課の刑事、会に巻き込まれるも最後まで生き延びた警察官の一人。九条拓郎に惚れている。いやー、拓郎さんモテモテですね。なぜ彼女だけ名前を本編で出したかというと、最初は彼女はメインキャラの一人として出す予定だったからである。そんな裏設定があったのか。拓郎の屋敷到着後、拓郎と共に放火たちを探すために行動させる予定だったが、ぶっちゃけいても何の意味があるんだろうという理由から脇役に下げました。かわいそう。ただ個人的に気に入ってるキャラなので、もし万が一続編とか作ったら多分メインに昇格させるかも。いやー、マリナちゃんメインのゲームも見てみたいな。私もマリナちゃんすごい好きですね。キャラが、いや、こういう性格だからね、なんかのほほんとした感じだから最後まで生き残ったのかもしれないですかね。思ってみたり、月見重ね、月見、高尾と彩香の娘、遥をそこまで嫌ってはなかったが、興味がなかったため関わろうとはしなかった。かなり生前はやんちゃんしていた。ヤンキーって言ってたもんね。月見高尾に、遥について恨みつらみを聞かされながら死亡し、白骨化した後に、骨を木の下に埋められた。後に悪霊となり遥を襲うが、拓郎の手で強制成仏した。はい、ということで、月見高尾の次男、月見高尾と月見彩香の息子、年齢は10歳。月見家で唯一遥香を嫌わず接しようとしていた人物でもあり、死んだ後も遥香を守ろうとした人物でもある。あれ、死んだ後も遥香のために食事を用意したり、監禁されている部屋から出してくれたりと、いろいろと動いてくれたが、最後は月見高尾により手足を切断され死亡した。自分の子供を殺すなんて本当にありえないよね。絶対そんなことできない。手を挙げることすら絶対できないわ。ちなみに物語の最初に警察に電話してきたのは彼である。幼い声であったために警察が女の子と勘違いをした。そんな設定があったんや。あの時点では彼はとっくに死んでいた。死後彼の魂が遥かのために放火たちが月見家に来るよう最後の助けを求めた。あ、そうなんだ。この子の働きが、この子が一番働いてる気がするね。悪霊バージョン本当に怖かった。彩香の悪霊となった姿、影による力で強力な悪霊となり、終始遥かを狙い追いかけ続けた。この執着心すごかったね。最後に、あ、違う、後に九条拓郎と出会い、彼を利用としようと近づく。
がすぐに正体を見破られ、拓郎の、起点で地下深くに落とされた。その後月見高尾の遺体を回収し、自分と彼を守るために月見高尾の骨を地下の最奥の部屋に隠すが、遥と拓郎により最後は消滅した。おばさんのさ、あの画面いっぱいに出てくる顔、あれマジでトラウマになったんだけど、まめ本当に。もうこんなに美人なのにね。月見彩香、月見高尾の妻、虐待をしていたわけではないが、遥香をよくは思っていなかったのは確か。息子に頼まれ遥香のために買い物に出かけた途中、酔っ払いの事故に、巻き込まれ崖下の工場に落ちて目を無数の釘で貫かれて死亡していた。本当におばさん災難ではあったんだけどね、本当に美人そればっかりバレたの顔だ。はるかを、嫌っていたこともあり、自分がこうなったのははるかのせいと恨み、命を落としたせいで後に、後に悪霊と化し月見高を襲う。その後月見高から生まれたシャドウにより正気をまとう強力な悪霊となり、終始はるかを追いかけ続けた。はいなんで点点点ってなったか。これはいい。ここを調べる前にこっち調べたいかな。写真がある。お、龍太郎&拓郎？どういうことだ？なんていうコラボ？なんていうコラボ？あ、これ見たね。なんていうコラボ？やばい。ゆきちゃん、ゆきちゃんね、かっこいいけどかわいい。こんなのがあるんだ。なんてかわいい、なんてかわいい。やばい、これは。ちょっと後でスクショしとこう。やばった。いいものが見れた。あ、これね、なんて、初め見たときね、なんてほうかさん、巨乳なんだと、ちょっと、見とれてしまいましたよ。はるかちゃん。はるかちゃんでもすごい、年齢より幼く見えるよね。うん。まだなんか小学生くらいかと思った。かわいい。よし。こっちは？ほうかと、あ、これか。タイトル画面ですね。はるかちゃん。このはるかちゃんめっちゃかわいい。情報。このストラップね、欲しいよね。この、鶏肉ちゃんの顔。この顔。そして拓郎、いやーかっこいいっす拓郎、マジで。もうね、実況を見てくださった方々に拓郎のファンがめちゃくちゃ増えてきてます、出てきてます。ということで、これは無糖屋。あ、はい、なんだ、見ない顔だな。このお店は初めてか。私は、ライドウ元地下だ。私に何か聞きたいことでもあるの。世界観。世の中にはいろいろな世界がある。ここはその世界の一つ。現実ではありえない。霊が人を傷つけ、世の中を脅かすという、世界設定だ。この街だけじゃなく、ゼロ化は日本中にある秘密組織だ。この世から霊がいなくなることは多分ないだろうな。終わらない戦い、世間に知られることなく、陰で戦う人たちがいる。放火たちだけじゃない。君たちの世界にもそういう人たちはいる。そういう人たちがいることを忘れないでほしい。そういう意味も込めてあるんだ。このゲームの世界やキャラクターたちにはね。霊媒さんとかリアルにいますもんね。はい。いや、豆もね、ほんとね、もうしょっちゅうしょっちゅうね、なんかね、体調崩すからね、これはね、体調だけの問題じゃない、お祓いに行けってすごく言われるんですよね。なんだ、クリアしたばかりで、もう続編の話か。うん、そんなに続きを出して、と思うほど面白かったのか。面白かった、何回も言うよ。面白かったけど残念、今のところ予定はない。反響次第ってのもあるが、ゲームを作るってるのは結構時間もいる、大変なわけだ、ね、いや本当に大変だと思う。ダメ、ゲーム制作の勉強時点で断念しちゃったもん。
だけどそうだな、出すとしたら続編。そして拓郎たちが高校時代に体験した最初の回、過去編は作るかもしれないな。ワクワク。作者の秋人のやつは話の内容は全部もう固まってるみたいだけど、それを作るのが大変らしくてな、今のところは作る気はないんだと。マジでもう話を、すごいな。みんなどうやってなんかストーリーとか作ってんの、考え出してんのかな。まあ今はちょっと休みたいみたいだ。期待されて、させたみたいですまんな。あいつの代わりに私が謝っておこう。いえ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 、もう本当に九条を殺した人物、バッドエンドのことか。まあもう察しはついてるんじゃないか。まったくあのような奴にやられるとは。今度少し鍛え直してもらわねばな。あいつ最近、少し私に対して生意気だしな。隣にいる、聞こえてる。まあ本編では拓郎は確か放火と遥たちを救ったけど、逆に考えれば放火が事件に巻き込まれず助けを呼ばなかったら拓郎は死んでいたということになるな。お互い気づかぬうちに最初から助け合っていたんだ。あの二人は、放火は拓郎を救い、拓郎は放火を救った。まあ続編が出たら二人はきっとまた助け合い戦うことになるだろうな。この世界の、恐ろしい大犯罪者に変わり果ててしまったかつての友を、止めるためにね。そうだね、なんてまた期待させたな、すまない。ライドンさんって何者？この角のことか。これはカチューシャだよ。カチューシャじゃねえよ。昔タクロのやつが私にプレゼントしたもんね。何ちゅうもんプレゼントしてるんや。割と気に入ってるんだよ。なかなか可愛いだろ。可愛いけどね。ん？この仮面の下はどうなってるのかって、昔ちょっとな、まあバカ弟子のタクロのやつといろいろあったんだよ。私も弟子なのか。まあ出来の悪い弟子ほど可愛いものはないってことかもな。そんな設定があったのか。ということで、じゃあ拓郎、はい、放火の幼馴染で怪の影響を受けず、霊に対して高い耐性と、霊能力を持つた、怪探偵、運動能力も高く、推理力もずば抜けている。高校生の頃に怪に巻き込まれたことがあり、その怪で、友達のある意味二人を亡くした。一人は死に、一人は視力を失い、行方が分からなくなり深い悲しみを背負った。そのため人と深く仲良くなると、その人に何かあった時にまた同じような悲しみを背負う。それを避けるため、その後は人と深く付き合うことを避けてきた。放火に対して好意があるかは不明だが、少なくとも自分の命以上に大切に思ってるのは確かで、放火のためなら死ぬ覚悟がある。女は恐怖、男はアクションがキャッチフレーズなので、とにかく頼りになる男キャラを出したくて生まれたキャラ。女は恐怖。バッドエンドでは何者かに殺害されてしまうが、そうでしたね。ほうかさんとの関係はこれからどうなっていくのか見物でございますね。拓郎の幼馴染で警察官、ゼロ課に所属し、階級は警部。過去に拓郎と共に会に巻き込まれ生還した過去を持つ。霊に対して高い耐性と霊能力はあるが、会に対しての耐性がない。あ、霊に対しての高い耐性と霊力はあるわ。あ、そうでしたね。霊と会はまた違うものでしたね。霊に、会に対しての耐性はない。拓郎に対しては少なからず好意はあるが、親友のイクの存在が自分を助けてくれる最大の理由だと思い、素直になれずにいるのかもしれない。ちなみに当たり前だが、実際にこんな服装の警察官などいない。だけど、ただ、警官の格好ではつまらないと思い、ちょっとアダルトな感じにした。かっこいい。めっちゃかっこよかった。ナイスボディに。メロメロよ。いやほら、なんか女性警察官ってエロくない？だからこんな格好の警察官とかいたら、どんなことでも、素直に白状しちゃうよ。そうですね。いいんじゃない？尋問じゃないけど。このほうかさんにさせたら全部吐き出しますよ、皆さん。という作者の妄想により、このキャラと服装が誕生した。いやー、素敵センス。月見遥、両親の死をきっかけに人生の歯車が狂ってしまったかわいそうな少女。日々の虐待を受け、体中のあちこちに包帯を巻いている。自分が怪異が起きたきっかけになったとは
察しており、月見高尾も自分が殺したと思っていた。とにかく恐怖から成長していく女の子を作りたくて生まれたキャラ。この設定は最初から決まっていました。バッドエンドでは怪異の恐怖に負けて自ら自殺という道を選んでしまうが、やっぱり恐怖に負けることもあると考え、あの結末を作りました。そうだね、心は壊れやすいですから。彩香の最後を見てわかる通り、実は遥は最初から怪異の影響を受けない人間の一人でもあります。ただしそれは適正な検査をしていないとわからないため、事件後それが判明し、将来は困っている人たちを助けるためにゼロ化に入ることを決める。これで全部おまけ部屋も見終わりましたね。ということでタイトル画面に戻っちゃいましょう。ということで怪異事件ファイルおまけ編もこれで終わりたいと思います。いやー本当に楽しかったですね。そして次回作を匂わせるようなね、いろいろな発言があったのでちょっと期待しちゃうよということで今回で怪異事件ファイルは完全に終わりたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回の実況でお会いいたしましょう。ではバイチー。